まあそんなもんだよ、みんな。そうね。要するに NFT 買った時の特典だよ。特典が何があるのかってことだよ。日本国内だけでやるのはきついと思うよね。やっぱりこれから海外に出ていくようなアーティストの NFT とかさ、作らせてもらえるか分かんないけど、ライブチケットって言ったってさ、その転売、その NFT を転売したら何パーセントもらえるとか、まあいろいろあるんで、そこのところはね、俺のチャンネルはね、あんまりこういう話したくないんだ。そうするんだったら、ひろゆきとか、成田さんとか、そういう人と一緒にやるわ。今度なんか、成田さんと話してみたいね。丸と三角と四角だ、わかんねえ、メガネの人。どっちが、どんだけ実績があるか試してみてよ。口で勝ったってよ、実績で勝てなきゃ、鼻くそペッペーだ。まあでもあの人好きだよ、俺。いいこと言うよ。よく言ったっていうことをよく言うからね。楽しいよ、俺。怒って、怒って。これが普通なの。今まで鼻が詰まっておとなしくしてただけ。鼻が通ると頭の回転めちゃくちゃ回りゃいい。ただでさえ待つと、もう今250%画質悪いっすか？今さっきね、Wi-Fi 変えたんですよ。酸素回りまくで。ああ、こんなことない。今まで経験の中に、小学校以来。鼻の手術いいからですか？そんなにしなかった。痛くもない。ただ辛い。でもね、1日2日辛いだけで治るんだったらやった方がいいと思うよ。俺ね、何でもね、整形、美容整形にしても、なんだろ、いろんなものにしても、自分で経験してからこれいいよっていうの。だって、じゃないとわかんないじゃん。ねえ、なんでわかんのって感じじゃん。よくあるの、精神科のお医者さんが、あなたはですね、こういう病気だって、の可能性があるから、この薬を飲んでくれって。お前、なったことあんのかって思うね、俺いつも。あとね、睡眠、なんとかあかんとかって医者なんだよ。寝る専門みたいな。そうすると、あなたは、お前、寝れなかったことあんのって。お前さ、寝れなかったことがないやつとか、頭の調子がちょっとなんか自分変だなと思ったことないやつが医者で、そいつの言う通り聞いてたらおかしくなると思わない？